はい、お疲れ様です。今日はですね、新潟県の村上市というところに来ています。後ろに見えるのが、ヨボヤ会館というところですね。でヨボヤっていうのはここら辺の、言葉で、鮭という意味だそうです。でここはですね、千歳の鮭のふるさと館だったりとか、ビフカのチョウザメの施設だったりとか、標津のサーモン科学館、あるいは富士の湧水水族館、湧水の里水族館と同じように、まあ養殖を、プロパガンダするような、養殖が善であるというプロパガンダをするような施設です。でまあ鮭と人間の絆だったりとか、まあそんな感じで表現するんですけども、まあ実態はですね、まあ当たり前ですが、人間が一方的に鮭だったりとか、まあ、物言えぬ動物を利用しているという、まあ、養殖の形態ですね。まあ、それを、まあ、美談力を用いて、もっと食べてと、消費してというようなことがつらつらと書いてあるような、あるいは文化であるということを、強調するような展示でした。で後ろの方にですね、私のずっとこっちの後ろの方に川があるんですけれども、まあ、その川にの一部を切り取ってですね、鮭を泳がして、まあ、それを見る、川底から見えるという展示もするんですけれども、まあ、そこにですね、まあ、鮭の死骸が浮いてあってですね、他のボロボロになった、まあ、ヒレとかですね、皮膚がボロボロになった鮭がその周りを泳いでいるというような、まあ、悲しい光景がありました。はい、まあ、そういう施設でした。はい、で明日はですね、佐渡に渡ります。初の佐渡なんですけれども、佐渡ではアテンドしてくれる、友人がいますので、安心して行こうかなと思っています。ということで、今日はこの感じで、以上です。はい、ありがとうございました。失礼します。